どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうぎです。さあ、本日はですね、ユニバーサルスタジオジャパン×名探偵コナン、例のごとく僕は置いて行かれました。行きたかったなー。で、またお土産がまた面白いということで、こちら名探偵コナンですね。少年探偵団のみんなコナン号を解いて南京錠を開けることができるかな。南京錠の中のお菓子食べてません。さあ、やるしかないでしょう。よし、あ、これ一応音読はしません。これもしね、楽しみだな、買ってっていうね人いたら申し訳ないので、もしどういう謎で解いたみたいなのね、気になった方コメントいただけたら別途で動画作ります。 USJ すげえよな。コナンやって、今ルパンやってっていうお土産話を昨日ずっと聞いてました。さあ、果たしてね、少年探偵団を超えれるのかっていうところになってますからね。あ、出た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 、出ました、出ましたよ。こういうの、こういう感じの問題になってるんですよ。結構作り込まれてんだな。いくらしたんだろうこれ。じゃあ真ん中、あ、開いた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 、開きましたよ。ちょっとね、力ずくでいかないと食って上がんない。普通の南京錠って開けたらさ、ピンって弾いてくれるじゃん、うん、こいつ自体が6個かかってる。謎解きはディナーの後で。オープン。中身見てないんだよね、まだ。開かないと一生食えないってやつ。そう、999通りの中から。そうです、探すっていう。おめでとう、これを読んでいるということは、謎がわしからの、博士からの謎だったのこれ。わしからの謎が解けたということじゃな。見事じゃ、アガサって書いてあります。これが多分おせんべいみたいなやつかな。食べた。早速、ちょっと1個食べてみましょう。クッキーは、え、辛いのじゃない？辛いの、辛いのじゃない、辛いの。一個だけデスソースいってる。どう？うん、あ、すごいシンプルなバタークッキー。うん、ねやー、おいしい。面白いね。去年のルパンのやつはダイヤル式だったんだよ。あれが、鍵がロックナンバーを入れていかないと開かないやつだった。で、今年は南京錠ですよ。面白いね。ってか、ユニバーサルスタジオジャパンすげえな、やっぱ。誰からもらった？これ妹が言ったんですよ、この間。おー、てか、買ってきてって言った。面白そうなのがあったら買ってきてって言うと、基本的にダイヤル式のお土産が来るっていう仕組みになってる。だから行きたかったな、ユニバーサルスタジオジャパン。今、ルパンのあれなんでね。あと、アフロのなんだっけ、レストランコナンの、はいはい、結構面白そうなんですよね。今やってんの？ちょうど今、21日から始まったんだって、1月の。先週？先週。先週？先週か、先週か。先週の金曜かな？に始まったらしくて、これめちゃくちゃ面白いっすよね。で、お土産に南京錠使う？普通。まあね、これ使い終わったら小物入れにもなるから、鍵付きだし、ぜひぜひ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。